紹介。今回ご紹介するのはワットプライス。この4、2、1、3、最終ライン以外前に出てます。攻撃の戦術工程が同じ機能、リンデバルト監督と比較するとこんな感じです。もう使いたいとしか思えませんでした。コンパクトネスが低すぎる。いいいい、そんなことより攻撃です。攻撃の戦術構成はこんな感じで、守備の戦術構成はこんな感じ。そしてスタッドはこちら。今日も大活躍 IM からはシンジ。この位置のからはめちゃくちゃ効いてました。サポート距離にの王道ポゼッションで、さらに配置的にも前のめり。その頂点がその高いオフェンスセンスにのみ従って動く無印の香川真司だったら、もう攻撃が楽しくてしょうがなくなります。フォルランもベッカムもハフェルツも入れ替わり立ち替わりな高密度ポゼッションサッカーの完成です。サイドバックも良くも悪くもリスクを恐れずどんどん攻撃参加してくれるので、中から外からパスをつなぎまくってゴールを量産します。問題の守備ですが、思ってたよりやれました。確かに配置通り中盤と最終ラインの間のスペースが垣間見える場面もありますが、リトリート、そして防衛の数がたくさんのということで、引いているうちに選手が戻ってくれます。とにかく引いて守備ということを徹底すれば、思っているより守備もできる、そんな感じでした。守備の大変さより攻撃の楽しさの方が圧勝です。特にナゲルスマン、シャビなど王道ポゼッション戦術が好きな人にはスルーせずに一度は使っていただきたい。コストも780と高めなので、獲得しやすく使いやすい、言うことなしです。リンデバルトともまた一味違う王道ポゼッション4213のワットプライス。この機会に一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。